セルジオロッシはイタリアの靴デザイナー、自らの名を冠したブランド、セルジオロッシを創業した。ロッシはイタリアのエミリア・ロマーニャ州産マウロ・パスコリに生まれた。靴職人だった父親の下で働き、この仕事を学んだ。1951年、ロッシは自分の最初の店を開店した。彼はサンダルも作ってリミニの砂浜へ遊びに行き人々に売り、 ボローニャにはブティックを構えた。1968年にはロッシュの名をブランドとした最初の靴が製造された。彼の作る靴は一足の靴を製造するには少なくとも14時間がかかり120の工程を経ていた。彼の靴はジャンニベル・サーチ、アズニー・アライア、ドルチェ・ガッパーナなどのショーのランウェイで履かれた。彼が最初に注目されたのは映画監督。 フェデリコ・フェリーニが1960年の映画、甘い生活で、女優、アニタ・エクバーグ。1999年、彼のブランドは、グッチグループに売却され、ケリング参加となった。ついで2015年に、ケリングから、インベスト・インダストリアルに売却された。イタリアにおける2019年、コロナウイルス感染症の流行状況への戦いに、 ファッション産業が協力して貢献する一環として、ロッシと彼の会社は、2020年3月に10万ユーロを、ミラノのルイージ・サッコ病院に寄付した。ロッシの息子であるジャンビート・ロッシは、自身の靴のコレクションを2006年に発表している。2020年4月2日、ロッシは、チェゼーナのマウリツィオ・ブッファリーニ病院で、2019。 新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患により84歳で死去した。ありがとうございます。